画面の真ん中に出ています13時35分発セブ行き、今日はこれにタダで乗せてもらいます。目的地のフィリピンセブ島、これもまた全部タダで旅行させてもらいます。ここは東京成田空港です。今回は日本一周旅行が終わったということのお祝いとして、視聴者の一人でもあるおっさんチャンネルのゆうきちさんに全部お金を出してもらってですね、本当にほとんどお金は使わなかったですね。それでフィリピンのセブ島旅行をプレゼントしていただきました。ただだったら知ってる人に案内もつく、こんな嬉しい話はないということで私は行きました。そしたらですね、ちょうどあの行列のところに視聴者の方が並んでおられて、その後お話もしたんですが、このにこやかな方がですね、なんとこんなニコニコしているのに、今日ねこれ遠方からおいでだったんだそうですけど、パスポートをお忘れになったと。そして今日2人でセブ島に行くはずだったのに、この左の方だけが1人でセブ島に行って、この方はパスポートがないから今日は行けないんだそうですね。で航空券もね、全部こういう場合は LCC は無効になるんだそうで、また後日買い直していくんだそうです。かわいそう、ちょっとそれは本当にかわいそうなことでした。まあなんでちょっと動画でね紹介させていただいたんですけど、私もそれを参考に、このパスポート忘れ気をつけようと思います。さて、今成田空港の中にある水着屋さんに向かっています。水着屋さんに行って水着を買ってもらうことになったんです。これからフィリピンにはね、ジンベエザメとかがおりまして、ジンベエザメが来るんですよ、なんか大群で。でそれで水着買ってもらう、買ってもらうというか、まあ買わないと泳げないじゃないですか。まず競泳用の小学生の時に使ってた水着しかありませんので、空港で撮影のねお許しももらって。だから水着っていうのはあれですね、女性用の水着はなんかより取り緑だそうなんですけど、男性用はね、やっぱまあ男性はまあ私も実際そんな別に、まあ、隠れりゃ何でもいいんじゃないかみたいな感じで、別にこだわりなんかありませんけども、大体こんな感じ。まあどこもねそうです。デパートだってね、女性用の水着コーナーはいっぱいあるけど、男性用の水着、女性用のファッションコーナーはあるけど、紳士服のコーナーは女性用の3分の1くらいしかないですからね。まあそういうもんなんですけども、買いましてね、買ってもらいました。視聴者の方ももらいました。じゃあすいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。行きましょう。ところでね、このゆうきさんは前にセビロチャンネルで、5万円払って私とコラボできる YouTuber を募集みたいなことですね、すぐに申し込んでいただいて、そしてそれからじゃあまた今度旅行行きませんかみたいなお誘いいただいたんですけど、まあ、今回ね、これで会うの2回目なんで、まあ、結構破天荒な出発になったんですが、まあ、すぐに仲良くなりまして、もともと中は前も意気投合してたんでよかったんですけどね。令和元年台風第15号復興支援募金にご協力、裏を見るとなんか黒人の方が出てるわけですけど、ケニアの子供たちに清潔なトイレを、これどっちに募金されるんでしょうね。ちょっとこれ気になりますけどね、台風なのかケニアなのか同じ箱、これは難しい問題ですよ。ともかくセブパシフィック航空の出発の時間もだんだん近づいてきたので、まあ実はね、私も結構余裕を持って今回は集合ということで、13時35分の出発ですが、10時頃成田空港に集合していたから、まあそんなに時間ギリギリということはないんですけど、いつもとは違いますね。だから空港の中いろいろブラブラ見る時間もあります。あら、なんか成田空港にはこんな珍しい絵が描いたんですか。ゆうきさん、さすが聡明ですね。すぐにね、これ、これはこういう風にプロジェクトマッピングになってる。これはね、多分成田空港の乗り場までがあまりにも遠いから、その間の暇つぶしとしてああいうものを飾ってんだと思いますけどね。ラウンジとかそういうのはなかったですが、まあ、2人で行っていれば、喋ってる間、どんどん時間は過ぎます。で今回はセブパシフィック航空という LCC で行くわけですが、前後も大変広く、まあ、ここ非常口座席なんでね、英語がうまくペラペラ喋れないと避難の誘導などを手伝わなければいけないから、まあ、大変なんですが、まあ、ゆうきさんは英語を研究されている方でもあって非常に英語もお得意なんで安心。まあ私も何かあったら今日は頑張ります。さて今映ってるやつですけれど、これは成田空港の建設反対派がまだこの中に土地を持っておりまして、その土地にですね妨害用の工作物を建てたりとかしてると。今日はそのすぐ裏側を通りましたので、これもなかなか良かったですね。また今度セブパシフィック航空の動画を交通チャンネルに出しますんで、よかったら見てみてください。これなんかゆうきさんの撮影機材の GoPro、 私 GoPro って使ったことないんですけどね。で今回はフィリピンでの現地の撮影で GoPro なるものを使用する予定でございます。さてフィリピンはこんな感じ、対馬がなんかそのまま水没したみたいな形をしておりますけれども、その中の一つセブ島、まあ、島がいろいろある島の寄せ集めがフィリピンというイメージですが、セブ島の向かい側にあるマクタン島、飛行機はここにおります。早速降りてきました。このマクタン島から、まあ、ここが江ノ島で、これから、船じゃない橋で片瀬江ノ島に行くみたいなもんですけどね。このセブにやってきた飛行機の出発地点を見ると、まあ日本とかその周辺アジアの先進国的なところから来た飛行機が随分多いようでした。ここがセブの空港、なかなか立派綺麗です。最近新しくなったようですね。イエロータクシーと書いてありますが、なんかニューヨーク的な、やっぱ全国というか世界的にタクシーは黄色が多いんですかね。ここで車に迎えに来てもらいました。
この空港にはこれからお世話になる旅館の経営をされている、辻ご夫妻もですねおいでになったんですけれども、そこに迎えに来ていただいたのはホテルの車ではなく、またここの中に入ってくる別の、まあ、ハイヤーみたいなそういう車で来ました。あの空港はね結構利権がたくさん固まっているそうでして、空港の中には指定の業者しか、事業用の車は入ることができないのだそうです。で辻さんの、ホテルについては、ルビリゾートというホテルなんですが、車は入っていくことができないので一旦このマクタンの街中まで行って、そこでこのハイヤーをそれからホテルの車を乗り換えということなのでした。今回の行程は大体こんな感じです。成田空港からこのフィリピンセブ島、こんな細長い島ですけども、そしてマクタン島に着いた後すぐにセブに渡って、そしてずっと結構ね離れているところなんですが、まあ、セブ島のいわば左下のあたりまで向かいます。なぜこんな遠くまで行くのか、ここにジンベエザメが来るからです。今回の目的の一つ、大きな目的はジンベエザメで、ここでトヨタのハイエース同士を乗り継ぎます。さっきの運転していた人はまたその運転業者の人なんで、まあ、あんま関係ないですが、ここからはホテルの送迎車にあるのです。ホテルの中送迎は別料金ということでしたけどね、あの今回は私はもう全部おごってもらってるんでよくわからないんですが、まあ、基本かなり安いですよ。結構な大金ですよね多分。まあそうですね、お小遣いをもらいました。確かね、2000円分ぐらいはねあったはずなんですよ。これで現金で何か買い物したかったらどうぞともらっちゃったわけです。しかしフィリピンは日本よりもだいぶ物価が安いですから、まあ、これだけあれば相当いろんなことをすることができます。こちらはまあ乗り合い自動車みたいなもんですけど、タイでもこういうのねありましたけど、フィリピンもこんな感じみんなで詰め合って乗っています。この橋を渡るとマクタン島からセブ島本島に移ることができます。しかし途中で渋滞にはまりました。渋滞にはまるのは毎度のことだそうですが、しかしこの橋を登っている最中に渋滞にはまるとなると結構抜けるのは大変だそうです。この渋滞はお金儲けの良い場面でもあるようです。前方を見てみると、これ分かりますかね、水を持って歩いている人がいます。こんな大量の車の中一生懸命水を上に積んで、この人たちは待っている車の人たちに、じゃあ今渋滞の間暇でしょうから何か買い物しませんか、水はいかがですか、こうやって売って回る人たち。フィリピンの自動車は日本よりも運転技術はそれほど高くなくとも免許を取得することができるそうです。なんかね1日で取れる原付の免許的なノリで自動車の運転免許を取れちゃうらしいんですね。だから多分それだけ危険だと思うんですが、危険な中でも頑張ってこんだけどっさりと持って、結構お札を手に持っていたからなかなか売れ行きがいいのかもしれません。隣これもね、タイで車乗った時もこういう車結構いましたけど、みんなギチギチに外まで乗るというのも東南アジアらしいエネルギッシュな感じです。これ乗るときに一番最後の人が外側に乗るわけですけど、そしたらその乗車運賃を、バケツリレー方式で前の方まで他のお客さんを伝って持って行ってもらうんだそうです。ところでこのセブは先ほど見ていただいたように日本人が、多くやってくるような観光地もあって、まあ後で映しますけどね、また東横インなどもあります。だからこれは信号機、結構ね適当な仕組みらしいんですよ。見ててびっくりしたのが、なんかもう60の次に60、4、59、58とかなるところが、60の次がね、なんかいきなりね、27とかになったりするんですよ。ああ、そんな適当なカウントダウン、思いましたが、お、かわいいものがあります、これ。犬はなんかやっぱり東南アジアだとね、柴犬的なアジアっぽい犬が多かったですけど、おとなしくしておりました。セブ市へようこそ。からの日本からの多分 ODA で作ったやつなんでしょうね。だから急にトンネルの中の構造がね、日本的になるんですが、これすごいですよね。トンネルみたいな技術を必要とするものは結構まだまだ、日本からの技術提供というのもあるようです。これ下見ますと、これがね、セブで一番大きな、市場だそうです。まあ、この辺りがセブシティと呼ばれていて、セブ市の中心部。空港からもほど近く、近頃もまた新しく橋などをかけるようです。ところで大きな看板がありました。大きな看板はだいたいその裏側にスラム街がある。まあなんかね、これタイで聞いた話なんでセブがどうかわかんないんですけど、大きな看板によってその裏側にあるスラム街を隠すみたいな、なんかそういう目的もあるようですね。外から来た人への見栄えのためです。まあそれはセブがどうなのかもわかりません。これは大きなショッピングモール。これもまた後でやることにします。空港からは直接、もうそのままホテルへ行ってしまうのですが、まあ遠いということもあって今回は特別に、途中でレストラン食事しましょうということになりました。ところでこれ塗っておりますけれども、デング熱がありますので、まあ、それに感染しないためにも結構重要なわけです。虫除けスプレー。フィリピンの人たちはみんなノリがよく、これ YouTube で出すんですよ。いや、yeah, this movie? みんなこんな感じでノリノリで映ってくれます。300,000だったら盛りすぎだから、この動画30万回再生されますんでね、よろしくお願いしますと言っていたんですが、ちょっと盛りすぎだったかもしれません。まあ、メニューはこんな感じ、まあ、基本的に英語が通じますんで大変助かります。
たくさん注文してもらいました。まあ私はほとんど注文しなかったんで全部お任せなんですが、連れてきていただいたこのレストランはなかなかいいグレードのフィリピン料理のレストラン。これは鶏肉だったかなと思いますよね。味付けがあのバターガーリック醤油じゃないけど、まあそんな感じ、結構ね美味しい感じだ。これもいいですね。これめちゃくちゃ美味しかったな。あのいいスープ、上質な具沢山の、結構なんか甘みはココナッツです。わかりますかね。スープさん、あーすいません、どうぞどうぞ。ありがとうございます。これはですね、あのココナッツがこう中にスープ入れてるわけですけど、周りをこうやってくり抜いて食べるのもフィリピンの人たちのお好みなんだそうです。ゆきさんがどんどんくり抜いて私にくれるわけですが、結構美味しかったですね。こうどんどんね食べちゃいますよ。あ、なんかこれぞまさに美味しい不健康な食事っていう感じでした。これね、酸っぱい、なんか甘酢、酢甘、なんだっけ、生酢か、そういうやつ見えますけど、これはあれですね、あの紅白のやつはあのパパイヤだそうですね。パパイヤの酢漬け、これが唯一酸っぱいものみたいな感じでしたが、まあ基本他は大体ごそっとしたこうなんていうの、こう脂っぽい味の濃い食べ物、それを、ご飯のおかずとしてご飯をたっぷり食べるというのがフィリピン流の食べ方なんだそうです。次はね、マグロだそうです。これね、食べていて途中で気づいたんですけど、味付けが全部一緒なんですよね。全部同じ味がするんですよ。まあ、これがもうフィリピンの基本だそうです。これはね、あの渡りガニですが、渡りガニもまた、ね、日本で食べているようなものの原産地がここだったりするんだそうで、その輸送費分随分安くなっていました。たっぷり出てきていますが、フィリピンの人たちはこんなに大量に頼むということはしないのだそうです。むしろ1品を頼んで、その1品をおかずとしてご飯をいかに大量に食べるか、まあ、私もそういう食べ方好きなんでね、非常に好感が持てます。これはですね、ジュースみたいなものを頼んだんですけど、これジュースとはまた違うんですよね。駄菓子屋でなんか売ってそうな粉で溶かすジュースみたいな、まあ、実際なんか粉で溶かして、それで、こういうものを作って飲むんだそうですが、この店はかなりサービスがよく、その中にこうやって果物、まあ、スイカとかそういったものをこう切って入れていましたが、あそこまでのものはなかなかないようです。すごいね、不健康な食事をしたって感じがしましたね。これは店を悪く言ってるわけじゃないですよ。そういう美味しさだったということです。お店で魚まっすぐさばけるようにしてるんでしょうけど、これがいいですね。またなかなか適当な感じのこのろ過装置、私お魚買うわけですが、こんなに適当なろ過装置初めて見ました。まあ別にいいんですよ、そんな魚長いあそこにするわけじゃなくて、もうどうせさばいちゃうんでしょうから。そしてまた車で、結構ね、全行程ホテルまで長くて、空港を出てからまあ大体4時間ぐらいかかりましたかね。だから途中ああいう休憩をするのもいいのです。夜の闇の中、若者たちが風に吹かれてトラックの荷台。まあ、フィリピンは全体的にどこを見てもね、エネルギーがあるな、そんな感じでした。タイもありますけど、タイ、フィリピン、まあ、ちょっと似たような感じですが、フィリピンの方が南国感が強いかと思います。この車も結構ね、追い抜きをするときに一回反対車線に出てものすごいスピード出したりとか、そんなギリギリまで行っちゃうのちょっと怖くないかみたいな、まあいろいろと、普通に東京で車に乗ってるのとは違う感じもありましたが、まあでも安全運転でやりますんでということでこう書いてありまして、まあ何かもし怖いことがあったらちゃんと伝えてくださいとか張り紙もありました。安心な方です。朝ごはんもここで食べれる。さて、はい、6時からは空いてるから今到着をしました。ここがいいですね、ルビリゾートさん、マンゴージュースのウェルカムドリンクです。フィリピンではマンゴーがかなりたくさん取れまして、まあ、日本だとね、マンゴーって高級品のイメージですが、そんなに高くはないんだそうです。もう一人だと全然よし、立派な天蓋付きのベッド、まあ、これはこうした方が雰囲気がいいからというのと、あと蚊が入ってこないからという理由もあるのかなと思いましたが、ベッドは非常にふかふか。時刻は今時差を考慮して考慮せず、まあ、現地時間で、午前0時とかかなと思います。確かにそんぐらいに着いたような気がする。結構夜遅くまで過酷な旅と思われるかもしれませんが、翌朝はジンベエザメと遊ぶということをするんですけども、翌朝ね、ジンベエザメに逆にセブシティから来る人たちはもう朝の3時台とかにセブシティを出発してこっちに来ますんで、まあ、ここで全泊して翌朝ジンベエザメ遊びまでゆっくりできるというのは、どちらかといえばね、こっちの方がもう夜のうちに移動しちゃった方が楽かなと私も思いました。いい立地ですよ。寝てる間にですね、寝起きドッキリなどもされたんですが、翌朝になりまして、多分朝の現地時間の6時ぐらいかなと思いますけど、これ寝てんのかな。あ、いいですね、この、いや、あ、ちょっと引き潮になってるんですね。モーニング、いいですね。昨日はね、この辺までザザーと波が来てたんですが、ものすごい
ヤドカリって結構一緒になりまして、こんなにいるのは初めてましたね。海がちょっと遠のいております。乾燥した土地でしっかり生き抜いてほしくないそう、もっとなんか水がもうちょっと浸るところに来るイメージなんです。なんともフィリピンらしい船を使った移動、まあ、結構海からの恵みが多いという点では日本と共通しているでしょうし、島々を渡るみたいなのも、まあ、多いのかなと思ったら、結構ねフィリピンは逆に島と島の間の海流が激しいので、それぞれの島同士で言葉が違ったりとかして、昔はそれほど島同士の交流はなかったようです。はい、朝ごはんのサービス、南国館こんな立派なものまで来ました。見事にこのマンゴーが出してますね。すごいですねこれ。私マンゴーを好きだし食べたいんですけども、残念ながらアレルギーを発症しまして、マンゴーは食べることができません。非常に残念。朝ごはんを食べた後、なるべく早く戻ってきてくださいねと言われながら磯遊びに出発しました。フィリピンの海にはどんなものがいるのか、お魚好きの私としては気になります。こちらはクモヒトデ、こちらはモミジガイなのかな、ヒトデの仲間。フィリピンの海は人手が本当に多いんだそうですが、とても本当に多かった、びっくりでしたね。こういう連中はあの海の下の方に落ちているものを拾って食べるので、栄養がそれだけ豊富なのかもしれません。ユキチさんが発見した、なんか昆布が歩いてる、僕はキクラゲだと思いましたけど、うわー僕もねこれは何だか分かんないんですけど、小さな穴の隙間からこうやって活動的なあの昆布みたいなキクラゲみたいなものがウニウニ動いてまして、これかなり動くんですよ。視聴者の皆さんの中でこれなんか分かる人いませんか？私もね熱心に調べたんですけど、ついに分からなかったのです。また小さなタコが今いたようですね。映ってたの、もうちょっとその時気づいてれば撮ったんだけどな。結構早いんですよこれね。で、あとは向こうにですね、こんな感じでこれ山、あこれセブ島の山なのかなと思ったらね、これお隣の島なんだそうでした。やっぱりさすがフィリピンっぽい景色、何やら雲が上がっています。こちらはウニです。ガンガゼ、毒のあるウニ、有名な名前ですのでご存知の方も多いかと思います。青い目でこちらを見ていまして、上に手をかざすと、あ敵が接近してきたぞ、そしてトゲを激しく動かしこちらを威嚇するのです。あの時がひとさび刺されば猛烈な痛みを伴うことになって、まあもう今日はちょっとお魚見物、ジンベエザメと遊ぶどころではないでしょうね。これはコブヒトデのようでした。あのユキツさんが発見したんですけども、今ちょうど再生の途中なようでしたね。そしてじゃあそろそろいい時間になりました。車で出発、本当はルビーリゾートさんの、ホテルのですね、目の前から直接ジンベエザメのクルーズに出発できるんですが、まあ、今日はちょっと何か特殊な事情があったようで、特別に車で少しだけ離れたところに移動して、そこから出発ということになりました。 GoPro も借りております。こんな感じで日本語での説明と日本人の方の説明、まあ、これが、ね、ありますけど、あのこれは今回は私と結城さんだけではなく、あの基本的に、まあ、今回はというか毎回だと思うんですが、他にもこのツアージンベエザメ見物に参加される方がおりますので、そういった方々と合同で出発するということになります。すぐ目の前に海があります。澄んだ青、非常に綺麗です。すごいですねこれ。ああこういうところ一回来てみたかったんですね、お魚好きとしては。で早速使用カメラは GoPro に切り替わりました。ちょっとねあの私も撮り慣れていないんで画面余裕をされたら申し訳ありません。それからちょっと広角なんで、あの真ん中が膨らんだように映りますから、まあ、その点はご理解ください。こんな感じ、フィリピンの現地の方に手を持っていただいて、そして船に乗り込みました。日本人がやっぱり多く参加するというか、まあ、基本日本人向けなんでね、あの日本人の感覚に合うようなツアーになっています。船の中は基本的にフィリピン人だけでしたが、フィリピンの方もある程度簡単に日本語を話してもらえるし、周りもみんな日本人ということで、かなり安心な環境です。フィリピン人もね、あのこの時はあの特にポーズとか撮ってくれなかったんですけど、あのカメラを向けると、へーいみたいな感じでまたこう手をいろいろとノリノリで振ってくれたのでした。今回はシュノーケルということになっています。船で近づいて、その後こんな感じ。これは分かりますかね？顔を海の中につけておいても息がし放題というやつです。はい、じゃあ飛び込んでくださいね。レッツゴーって言われて、最初ビビりますけどね。OK、分かりました。じゃあ行ってみましょう。フィリピンの海はそれほど冷たくはありませんでした。こういうの飛び込むときって冷たいからね、私もあのプールで泳いでたんで、あのプール教室習ってましたんで、まあ寒くて嫌だったんですけど、あのこれは全然寒くはなかったですね。あ、意外と気持ちがいい。今は10月の中旬ですが、それでもこれだけ気持ちがいい。まあ、常夏の島です。ジンベイズカミングと、ね、あの教えてくれたんですけど、早速ジンベイザメが来ております。びっくりしました。こんなにね、船でちょっと移動したらもうすぐにジンベイザメが来ているのか。これがジンベエザメか。いろいろとルールがあります。
ジンベエザメの5メートル以内にこちらが近寄ってはいけないことになっています。だからむしろジンベエザメから逃げるという感じですが、まあ、ジンベエザメは結構群れで来ておりまして、何頭かおります。確かねこの時は3頭ぐらいいましたんで、ちょっとね逆にあのこっちが接近するつもりがなくても来てしまうということがある。まあそういう場合はしょうがないんですけどね、結果的に近づいてしまった場合は。だからこういう場合もこれ本当にあのたまたま気づいたらジンベエザメが近くにいたんで、私もこう当たらないように足をこう曲げながらですね、あのもう触れたらちょっとまずいと思ったんで、あのこう触れないように頑張ってるんですけど、まあ、ジンベエザメはお構いなしで何やら餌を食べているようです。これもともとジンベエザメが海流の関係かこの辺りにたまに来ていたようなんですけども、それにオキアミの餌をやるようになってから、特にジンベエザメがあのこの辺りに毎朝やってきてくれるようになりまして、まあ、毎朝餌だからまた食いに行くかっていうのになるんでしょうね。でそれでこれあの上から船でもってですね、オキアミを冷凍したものをドサッと投げ込んでるわけですけど、まあ、ジンベエザメとしてもそれを大喜びで吸い込んでいるわけです。いやすごいですよね。これ私もねちょっと記念に写真撮ろうと思って、あの一瞬だけ後ろにいたんで背景にお借りしたのでした。真下に来てしまいました。これはね私がぼーっとしてたら下からジンベエザメが上がってきたんですけど、人間がいるかどうかあまり気にしていないようです。ジンベエザメに当たらないようにすごい私も注意してこう体をこうくにゃくにゃに曲げてるの分かりますか。まあ、結構大きいですけどね。あのただね、まあ、2回ぐらいうっかりというか、まあ、いきなり後ろからドスッとこう当たったりしますんで、あのぶつかってしまったんですけども、かなりザラザラしていて表面の皮膚は硬いのでした。かわいいですねこれ。おー吸い込んでるわ。これねジンベエザメもすごいんですけど、あの私はライフジャケットがあるので潜ることはできませんが、フィリピン人の方はこんな風にスイーッと下に潜っていって、結構潜水などもたくさんやって下から記念撮影などもしてくれます。皆さんかなりフレンドリーでしたね。本当に優しかった。うわーこういう感じですよ。あ来てるどうしようと思ってもジンベエは基本気にしません。多分皮膚が硬いんであんまどうも思わないんでしょうね。私も焦って一回顔を上げてしまったようです。まあ、こんな感じでもうかなり飽きるほどジンベエザメの近くに、まあ、寄るというか向こうが寄ってきてくれます。まあ、何も気にしていないから近くに寄ってしまうというだけなんでしょうか。横浜の八景島シーパラダイスに昔ジンベエザメがいたのを見ました。でそれから美ら海水族館でも見ました。でもねやっぱこういうすぐ間近なところで見るとなると、いや結構違いましたね。これ面白かったな、行ってよかった、本当に良かったと思います。これを目的にセブ島に来られる方も多いようです。それから次、ジンベエザメとは場所を移し、まあ、このフィリピンというのはサンゴが少ないところらしいんですけれども、ね、結構ね、サンゴがこうあるところに見に行って、私も結構楽しかったですね。フィリピンの方が隠れクマノミの映像を撮ってくれました。これ私も頑張ってライフジャケットに抗いながら潜水したんですけど、これ下、わかりますか？クモヒトレがいますよ。間違えた、クモウツボ。白いニョロニョロしたのがいるじゃないですか。私昔ねあれ飼ってたんですよ。ペットショップで2000円で買いました。可愛くて頑丈なやつでしたが、私の不注意というかまさかそんなことになると思ったんです、思わなかったんですが、水槽から飛び出して干からびて死んでしまったのです。かわいそうなやつでした。またいつか飼うことがあったら綿密な対策をして飼いたいと思います。ちょっとその後はこのリゾート的な島で、ここでですねしばらく滞在、ここで温まりました。やっぱなんだかんだ海にずっと入ってると冷たくなるもんですね。この日はこのような曇りの天気でしたが、まあそれなりに日も出てきますんで、あ、体が冷えますねみたいなことを言いながらですね、こうどんどんこう照らされて温まってよかったんですけども、日差しは結構強かったんですね。これでね、背広チャンネルでこの間動画を出しましたけれど、バッチリ体が日差しを浴びまして、猛烈な日焼け、そしてそれからは痒くて頭がおかしくなりそうでした。まあ、この後ね、東京に帰ってからも、ゆうきさんと仕事でちょっとお会いしたりもしたんですが、まあ、その時もね、お互いにかゆいかゆいと、やっぱ二人ともそうなったんですね。こんな感じ。これはもう全部工程が終わって、私がカメラを向けたらですね、というか、こう、ポーズを撮ってくれたんでカメラを向けたって感じなんですけど、あとでじゃあ、これ YouTube に載るんだったらみんなで撮ろうぜと言ってくれまして、まあこんな感じですね。まあ、私は陰キャラなんですが、なるべくこういうノリにも、頑張りました。フィリピンの人たちは本当に温かく迎えてくれますんで、みんな優しかったですね。フィリピン人は本当に優しいね。びっくりしました。ただ車の運転をすると豹変するんだそうです。それはびっくりでしたけど、まあそういう人ってあっちこっちいますからね。さて、これは今旅館にもうこのままね終わった後はすぐホテルに目の前に船でつけてくれたんで、もう部屋まで歩いて2分ぐらいなんですよ。いやーこれは便利。部屋の前にこんな変な虫がおりました。なんか顔に見えるような模様ですけどね、日本にはいない虫なんじゃないかと思いますが、ちょっとあれで周りを威嚇してるんでしょうか。簡単に着替えてお風呂を温まったり体塩を流したり、全然いけですよ。ホテルでお昼ご飯別に舐めましても問題ないんで、ここにしばらく滞在をするという人もいるので、まあというか結構普通滞在型で、今回みたいな、まあ、このホテルに1泊だけして即帰るっていう弾丸行程の人は珍しいので、いろいろな食べ物があります。
先ほどのうどん、まあ、あれはねぶっかけうどんに私がしたわけですけれど、そういう風な和食が恋しくなった人用のメニューもあるし、それからフィリピンっぽい、これはパイナップルのスムージーですが、それから、まあ、謎麺とかを呼んでましたがね、3種類の麺が入ったものとか、これは上にオキアミが乗った、それから右の奥にあるのはグリーンマンゴーだそうですが、まあ、こういうチャーハン的な食べ物、これもね、まあ、私はちょっとオキアミの癖が強いと思いましたけど、かなりハマる人はハマるんだそうです。これをごちゃ混ぜにして食べるというやり方。もう、ね、今からこのルビーリゾートを離れてまたセブシティの方まで向かうんですけども、また今の声してきましたけどもね、なんかいろんな動物の声が次々するんです。朝起きてコケコッコーみたいな鳴くなーって、それだけじゃない、なんか今もね日中もずっと鳴いて何かしらの声が聞こえます。朝はなんか歌みたいな歌ってる人もいましたよ。まあともかく動物がですね、また今も鶏が鳴いてるわ。レクタオ？タワーズ。タワーズ。ゴマミイナ。おお、あ、Thank you。そういうこと。あ。Thank you。Thank you。結構茎が長いんです。あ、お似合いですね。しばらくいると本当帰りたくなる。みんな申し合わせたように親切でした。優しく手を振ってお見送り。これからセブシティまで戻りますが、帰り道は結構明るいんでね、こんな風に生活の様子も見られます。みんなね、まだ10月ですけど、クリスマスとかなんかそれに向けたダンスの練習ということでしたね。学校の授業でやっているようでした。終わった放課後に練習してるのかな。沿道にはとにかく動物の姿が見られます。教会が近いところでは特に動物が多かったような気がします。フィリピンは確か 85% ぐらいがキリスト教徒だということですが、これからはですね、聖母教会だったから、なんかとにかく、教会へ行くんですけれども、これはかなり立派な教会。みんなでですね、これはきっと植民地時代のものだ、アメリカ統治、いやこれはきっとスペインが、フィリピンを統治していたその時代からあるものに違いないとか、なんとかね、難しそうな顔してたんですが、まあこの後で、車で出発をした時にこの教会のことを調べたら、何のことはない、まあ、割とつい最近、ここ20年ぐらいで作った新しい建物だそうでした。アリは元気です。やっぱ南国のアリって元気なんですよね。不思議ですけど、でもなんかは立派ですよ。別に新しいからどうこうってことはないですからね。フィリピンでは結構ね、小さいキリストの、キリストの幼少期時代の像を、持っていて、それをお守り代わりに交通安全とかに車に備えたりという人も多いのだそうです。下が竹に処されているイエスキリストの像で、それから上側がマリア様だと思いますが、マリア様のあれは撮ってなかったのかな。なるほど。こんな感じでお祈りをするため の, 台座みたいなものが、ね、設けられてる。あ、そうそうそう、これがマリア様ですね。フィリピンは基本的に撮影禁止の場所ってのはないんだそう で、ここでもね、他の巡礼者に対してリスペクトを持ってくださいみたいな英語 の, 書, き書いてる書き付けはありましたけども、別に撮影自体はね特に問題ないそうでした。長崎とかね行った時、教会の中は撮影できないんですけど、これ不思議ですね。こんな風にろうが大量にドサーっとなっててね、心身深さが分かります。これで戻ってきた駐車場、さっきはね大きな犬が寝てたんですが、戻ってみると犬が小さくなってたんだね。これはびっくりしましたが、とにかく犬がたくさんおります。まあ、犬がたくさんいるのは可愛くていいんですけども、狂犬病とかの危険がありますので、やはり近づかないに越したことはありません。教会の中に入りそうな犬は警備の方に追い出されていました。でそして動物エリアを抜けた後、今度はねバイクエリアになりました。なんかここはバイクの街とかね、ここはなんとかの街っていうのはやっぱりあるんでしょうね。まあ、日本にもね、例えばサバイはメガネの街とか、そういうのありますから、トヨタは自動車の街、それは別におかしいことではありません。なんかエミッションの、排気量の本当にバイク屋さんが多かった。あとは自動車のクーラー修理屋さんとかね、そんなんでやってけんのかなみたいなやつもありましたけど、犬もたくさんおります。本当に犬たくさんいるんだよ、このね。ヤギもいましたが、まあ、結構本当は長時間だったので、もっと自動車のシーンをたくさん撮っておいてもよかったなと思いましたが、セブのドライブですね、なんだかんだ飽きることはありませんでしたね。寝ようかなとか思ったんですが、そんなに寝ることもなく、まあ、セブシティの近くまで来ています。ところがまだ広大な原野という感じです。これから先、ここがねまたマクタンと空港のあたりと、もう一本橋をもうすぐで作って、そこですぐにやって来られるようにするそうなんで、またきっと開発が進むことでしょう。この間までこのあたりもそうだったようです。今車でやってきたのは、アジアでなんか一番規模が大きいらしいですけどね、セブ島のショッピングセンター。僕もユキさんも別に買い物には大して興味はないのですが、まあショッピングセンターの中を見物するということには興味があります。どんなところなのか見てみよう。ここまで撮影は問題ないそうですね。
あの自撮り棒を持ちながら店内に入るようなこともしたんですが、明らかに冷やかしの客なのにお店の人が優しく迎え入れてくれたのでした。これアイスキャンディー1本30円ぐらいでしたよ。すごい安かった。そう、15ペソ、まあ、大体1ペソで2円なんでね。味は、まあ、美味しいとはまあ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 みたいな感じでした。それは安いんで、あのもっと高いアイスもありましたが、あの一番安い、私30円だけ使いました。ここはね、ベッド売り場、あの右奥のベッド確か58万円ぐらいだったかな。このベッド売り場にね、3人も人員が配置されてるんですよ。ほぼ間違いなくそう簡単には売れないこのベッド売り場にね。なんで3人も人員を配置するのかな、謎でしたが、フィリピンはね結構人の配置が多いようですね。人件費は、まあ、安いからどんどん使っちゃおうって感じなのかな。200円ぐらいの、まあ、典型的フィリピンレストランというか、ね、フードコートみたいなのがありましたが、典型的なフィリピンの食事をしている人がいました。これがね、フィリピンの普通の食事の仕方、味の濃いものとご飯をたっぷりです。まあ、イオンみたいな構造ですね。シンガポール行った時もジュエルっていうあのショッピングセンターがありました。その時の様子まだ皆さんに見せてなかったかな。こんな風にあの遊び場なんかもありましたけど、エスカレーター事情も面白かったですね。あのウォークとスタンドって書いてあって、右側に立ってください、左側は歩く人より開けてください。日本ではね、エスカレーターを歩くのはやめてくださいというわけですけども、それがちょっと違いました。他にあとね、あのこんな風な絶対もらえるラインポイントとか書いてあったんですけど、あの日本から輸入をされてきたあのプリッツとかそういうのもね結構売ってましたんで、まあちょっと一歩買ってきたのでした。さて、東横インの脇に来まして、それから次に来たのはセブシティの中にあるスキレットというお店。これがですね、今回あのホテルをあの先ほどご案内いただきましたけれども、辻ご夫妻の、実際に今、運営をされておられる、もともと辻さんはあのレストランのシェフの方なんですけれども、あのレストラン、もともと日本で料理をされていた、調理とかのシェフをされていたそうですが、現在はフィリピンに来てですね、フィリピンで洋食のレストランをされているということです。これ美味しかったんですよね。あのなんか別になんかフィリピン特有の感じっていうのはそんなにたくさんはなかったんですけど、でもね、これね、何十時間煮込みましたみたいなね、飴色になるまで、炒め煮込んだあの玉ねぎのなんかこういうやつあるじゃないですか。これめちゃくちゃ美味しかったですね。日本でもね、こういうのなんか食べられないのと思ったんですが、あの日本になんかそういうのは最近 JR の自動販売機でこういうやつ出てきたんで、あのこれを思い出しながら、あの毎日ね JR の自販機であの玉ねぎのスープ飲んでおります。これかなり美味しい、本当に美味しいです。ずっと飲んでましたからね。もう一杯くらいこの時注文しとけばよかったな。もう本当にずっと飲んでた。どんだけこの玉ねぎのシーン撮ったんだって感じですね。あの私も美味しかったんで、ね、動画の素材、玉ねぎのスープのシーンばっかりでしたよ。まだ玉ねぎのスープ撮ってんな。ギリギリだったと思う。逆にしか日本のスペインバルみたいな、アヒージョというやつのスープとかって書いてあるね。アホスープっていうからちょっと頼みづらいですね。アホスープ確かに。あいい映画撮れそうですね。あの日本人が一般的に観光に行くエリアは大体このセブシティの中の、まあ、東横イン周辺とかですね。なんか私の知り合いにセブに行ったって人いるんですけど、あのすごい綺麗でなんか日本と変わらなかったみたいな感想だったんで、うん、そんなところなのかと思ったんですが、まあ、多分それはもう日本人がなんかごくあの行くですね、こうなんか一定のこう区域みたいなところがすごい綺麗な区域があるらしいんですけど、今回そこには行きませんでしたが、まあ、多分そういうところで一般的な観光される方は、ね、ぜひこのスキレット本当に美味しかったんで、あのぜひ行ってみることをお勧めします。まああの普通に洋食レストランですけど美味しいですからね。250ペソぐらいかな、1000円弱ぐらい、うん、ですね。これ2人分ぐらいありますもんね。日本でまず名物のステーキなどがカニでございます。カニすごいですよね。これ渡りがいいパスタ、これで950円、これで950円らしいですね。あの私レッドロブスターであの食べたことありますけど、結構高かったですけどね、この渡りがいのパスタ確か1400円ぐらいしたんじゃない。でちょっとやっぱ日本より安くて量が多かったですよ。それからこれはねフィリピン人向けに考えたそうなんですけど、やっぱまあこのお店自体は結構フィリピン人向けを意識されてもらうわけですからね。デザートラーメン、おちょっと一回ミスったけど、抹茶味とマンゴー味があるんですが、まあ、とりあえず抹茶にさせていただきました。こうやってこう上からかけてところてん風のこういうツルツルっとしたものを食べる。フィリピンではね結構こういうのがあの人気らしくてですね、変わった食べ物に挑戦しがちなんだそうですが、あのこれを1分で食べきったら無料というキャンペーンを昔やっていて、まあ、何人かねあの本当に1分で食べきったらしいですよ。でこれは箸で食べなければならないというルールなんで、フィリピン人があの箸を頑張って使って食べるシーンなどもまあ結構見られたそうです。お店のチラシ写しておきます。
あの一応言っときますけど、なんかこれなんかお金もらって宣伝してるからそういうことはないんでね、あの単純に自分があの行って美味しかったところはあのそのまま映してるだけなんで、あのその点はよろしくお願いします。なんかうさんくさくなっちゃうと嫌ですからね、せっかく美味しかったのに。あのでも本当に美味しかったです。これ日本人向けのチラシ。辻子夫妻は車でタクシーでお帰りになりました。タクシーも安いんですよ。で、私たちはホテルの車でホテルの方に運んでいただきました。Are they similar? You can understand all of them or just some. No, cannot understand. No, not understand. Oh. フィリピンの言葉事情についても伺いました。まあ、島々でいろいろと言葉が違うので、それらを聞き比べることはできるんですが、いや、全然わかんないですよ、他の言葉なんて。そうなんですか。そんな話を車の中で聞かせていただいたのです。もう今夜の10時ぐらいになっています。もっと遅かったかな。そんな時間なのに普通に雑貨屋がこんなに空いているし、パン屋もじゃんじゃん営業しています。人々は外にたくさん出ています。これがなんか日本と随分違うというかね、夜が遅いという感覚がなんかあんまりないんですよね。みんな店も普通に開いているし、なんでなのかな、これ不思議なんですが、本当にフィリピンはエネルギーのあるところ、まず若い人たちがたくさん道を埋め尽くしているという時点で日本とは違います。別に高齢者があの行けないとかそんなことは絶対ないんですけど、でもなんか日本はやっぱね、あのどうしてもあの歩いている人たちでは高齢者が多いみたいな感じですけれど、あ、こういうところはまだまだこれからなんかこう勢いを増していく国なんだろうなという感じがちょっとやっぱ止まっていてもしました。止まっていても回っていてもしました。今ですねホテルにやってきたんですが、また例によってウェルカムドリンクはマンゴージュース。これ美味しかったですね。マンゴーはあのアレルギーですけど、別にマンゴージュースであれば火が通っているようで問題なく飲むことができます。これはもう日本人とかそういう外から来た人向けの、まあ、割とそれっぽいリゾートホテルという感じでして、もうすでに車でマクタン島の中にも入ってきています。このホテルはね、確か入ってくるところになんかさっき動画でちょっと映ってたと思うんですけど、関所みたいなところがあって、そこで部屋番号とかを聞いてから敷地の中に入れると、まあ、そういう安全にかなり配慮した意識をしたあのホテルになっているようでした。でまたあの接客の人たちもね、かなり西洋風の格好をしてましたね。ふかふかのベッドで寝ましたが、翌朝の4時30分に起床。結構、こんな早起きなのか。まあ、これはね、帰りの西部パシフィック航空がすごい朝の早い便しかないからなんですね。だから早起きをするのも必要です。でもその代わり美しい朝焼けとその奥にある南国らしい大きな入道雲を見ることができました。朝早起きをするのも悪くありません。これね、ホテルからあの朝食を食べる時間がないんで、まあ、その代わりにということで、こんなあのお弁当のサービス、結構たっぷりまでしたよ。タクシーに乗り込んで、これで出発。空港までの値段は、ユキさんが値段を交渉してくれたんですけど、ちょっと相場より高かったような気もします。多分ね、あのまあ、空港まであのどうせお金持っててもしょうがないんで、あの全部使っちゃおうということだったんですが、あの運転手さんももしかしたらあの値段をちょっとこう、あ、この人たちお金あるから高い値段ふっかけようかなみたいな、あったのかもしれないですね。まあ、ちょっとそれは私はそんな分かんないんですけど、今、空港きれいなところに着きまして、乗る飛行機は5062便、東京成田行き。他も見ると台北、マカオ、香港、ソウル、シンガポール、そこの行きも結構多いんですね。西部パシフィック航空がこの辺りでの、まあ、看板の航空会社となっています。フィリピン航空と西部パシフィック航空が、まあ、2大看板みたいなところがあるようです。フィリピン航空にはビジネスクラスが備えられていて、西部パシフィック航空は全部エコノミークラスですが、まあ、沖縄のちょっと先っていう感じなんでね、エコノミークラスで十分じゃないですか。私も別にフィリピンまでビジネスでわざわざ行こうとは思わないですね。これお弁当の中に入っていました、バナナ。私結構バナナが似合うと思うんですよ。それでこうやって撮ったんでしたけどね。お猿さんみたいな顔してるでしょ。空港のもう手続きも終えて中に入ってるんですが、これは中国向けでしょうね。機関車トーマスだけど、なんか中国風の新朝時代の帽子みたいなのかぶってる UFO っていうのかな。なんかこんなトーマスいるの、なんだろうなと思って、まあ、結局調べる時間はなかったんで、そのまま飛行機に乗り込み、今回の旅はフィリピンでスーツさんに夏休みをプレゼント、まあ、夏休みらしい夏休みをスーツさんに過ごしてほしいということで、ユキさんが企画をした、まあ、おっさんチャンネルの企画の一つでもあるし、まあ、それから単純に私と仲良くなりたいということで、個人的に私に提案された旅行のお知らせ、お誘いということでもあったんだそうでした。まあ、私自身これはですね、あのお世辞抜きに普通に楽しみました。あ、向こうに見えてるのこれマニラの街並みですね。せっかく見えたんで、あの映しておきますけど、まあ、やっぱね、あの忙しいんで動画作ったりとかしなきゃいけないから、あのやることいっぱいあるんで、こういう風にあの旅行に行くっていうのは、まあ、そう簡単には実は決定もできないんですが、まあ、しかしですね、あの私としては非常に都合のいい夏休みでしたね。あの短い間にあのきっちりと、工程が詰め込まれて、あのフィリピンらしさを抜群に楽しむことができたし、まあ、それからね、あのゆうきさんとあのお話してあの仲
良くなることができてよかったと思います。あの私のチャンネルでそんなにたくさん出ていただくように今後なるかというと、まあ、やっぱセビロチャンネルのね、あの視聴者の層とかもありますので、そう簡単にはないかと思うんですが、まあ、視聴者の皆さんもおっさんチャンネルにあの私の姿が出てくるということも、まあ、今後はあり得るだろうということ、まあ、ぜひあのその点ぐらいはね、まあ、知っといていただいてもいいのかなと思います。まあ、なお、おっさんチャンネルについてはですね、向こう側で、私のフィリピンでの様子を、こと細かに、撮影して出していただいておりますので、ぜひその様子を、ご覧いただきたいと思います。まあ、私の動画ではね、全体的に、セブ島に行って、まあ、こういうことしてきた、セブ島はこういうところであった、ジンベエザメがおります、食べ物はこうです、みたいな、まあ、概要のご紹介をしましたんで、現地での私の楽しみ方、どのようにしてリゾートを楽しんだのかとかね、ゆうきちさんたちと何をしてたのかとか、まあ、そういうことは、ぜひそちらの動画を見ていただければと思います。最後にですね、成田空港におっさんチャンネルの他のメンバーの、お二人も来られましたんで、あ、そうですか、坊城さんと、クリリンさんがね、おいでになったんですけど、最後に私からもお礼で、じゃあこれぐらいはと皆さんに、お昼ご飯をご馳走させていただきました。でもお支払いした金額はこれだけですからね、本当に今回はご馳走様でした。ありがとうございます。